高速戦艦のネームシップ、七代目連合艦隊旗艦、そして、かつて獣王が海外に発注した最後の主力艦。それがこの私、金剛ですわ。金剛型巡洋戦艦一番艦、金剛です。勝利への道筋に、この私が導いて差し上げますわ。休憩はもう十分？艦隊の指揮をそちらに戻しますわ。戦争に見出せる唯一の価値は、その先にある平和ですのよ。くれぐれも忘れないでほしいですわ。戦艦であるこの私が、魚雷ごときに沈められるもんですか。さあ、敵を駆逐して、あの狭き運河をも乗り越え、私の生誕地に向かうのですわ。この私が、真面目すぎるですって？あなたこそ、不真面目すぎなのではなくて？何？緊急事態ですの？ちょっとあなた、まさか、私の妹たちにも、こんな不埒なことをしているんじゃなくて？この私自ら向かいましょうか？エクセレント！最後の勝利に向かって、一歩前進ですわ！新しい情報に基づいて、作戦計画を調整しなさいな。ご苦労様ですわ。戦術目標はちゃんと達成しました。あなたは勝利にふさわしくありませんわ。指揮官、勝利が訪ねてくるのを心して待つがよろしくてよ。随格は一人で大丈夫かしら。うん。少し遠くから見守ってみますわ。この距離なら見つかる心配はないはず。人は黄昏時に一番心を打ち明けやすいと聞いたことがあるけど、あなたも、そうなのかしら？比叡のやつ、また宴会を開いて。指揮官？今夜は、付き合っていただけるのかしら？ふぅ、少し休憩しますわ。指揮官？紅茶でもいかがかしら？ふぅ、切り札がもう一枚増えましたわ。全艦、戦闘配置！勝利とはすなわち、優雅ですわ。ご安心を。まだ覆せないほど、戦局が傾いているわけではありませんわ。畳みかけますわ！一発逆転のチャンスですわ。